僕が10代の時に抱いた女性へのコンプレックスとか妄想とか思いといったようなものを全部一旦棚下ろしてみようと。青春のやり直しって感じ。ちろちろ見ないで。みことちゃんってこう笑ってなくてもこう笑ってる。まあ会社ではおとなしくしてますけど。俺たかし。いや、俺らは存在してるだけで復讐になってるからいいんです。男なんてみんなクソだよね。レイプは犯罪ですよ。失礼します。キラキラした青春なんて怪我してる。そうだそうだ。戦士がどうした。本当かな。ケント、今日一緒に帰ろうぜ。おう、今日あっちの方から帰ろうぜ。あっちからも駅行けるんだ。人通り少ないからあっちの方が。最近ツイートのリツイート率が悪い。私のような仕事は拡散力がものを言う。もっと伸びてほしいと思う。彼女をつけることにした。私は彼女に心を奪われてしまったのだろうか。それとも、お前なぜつけてるの。